突然なんですけど、皆さんはこのコルントっていうアーマーとガゼルっていうアーマー、どっちの方が強いと思いますか？これ実はガゼルって言われてるこっち側のアーマーの方が強いアーマーとされています。じゃあ次はこの2つだとどっちの方が強いアーマーだと思いますか？今回はアーマーの強さの話をしていこうと思います。どうもみなさんこんにちは、シューターです。今回の動画ではタルコフのアーマーの使用と有効耐久値、それから強いアーマーの選び方などを普段なかなか知ることのないタルコフのアーマーの話をしていこうと思うんで、一つよろしくお願いします。この動画前半ではアーマーの使用やダメージ計算、それから有効耐久値と呼ばれるって言っても僕が勝手に呼んでるだけなんですけど、有効耐久値と言われているアーマーの実際の耐久の話について話をしていこうと思います。後半ではどのアーマーがじゃあ実際に強いのって話とか、選び方の基準などについてね話をしていこうと思ってるんで、最後までご覧ください。概要欄の方にそれぞれのタイムスタンプ置いておくので、自分のね好きなところから見てくれればなというふうに思います。まずはアーマーを選ぶポイントと基本的なところについて押さえていくんですけど、アーマーをダブルクリックするとこんな感じの画面が出てくると思います。特に大事なのは左上の3つで、アーマーポイントはそのアーマーの耐久値のことですね。アーマーのヒットポイントだと思ってください。これが高ければ高いほどより長持ちするアーマーということになります。で、次がアーマークラス。これはアーマーの防御力のことですね。これが高ければ高いほどより強い弾を受け止めてくれます。次が素材。これが他のゲームにはなくて結構タルコフの難しい要素なんですけど、タルコフはこのアーマーがどの素材でできているかによって、そのアーマーの長持ち度みたいなやつが変わってきます。このアーマーポイントと各素材ごとのどれだけその長持ちするかっていうのを掛け合わせたやつが有効耐久値と言われている、実際にそのアーマーがどれぐらいの硬さと耐久力を持ってるかっていうのを表した数値が有効耐久値になってるので、それはね最後の方にまとめて載せておくんで、最後まで見てみてください。で、その下がアーマーの種類。これはそんなに関係ないんですけど、タルコフアーマーごとにスキルが存在してて、マジで微量なんで、ほとんどのプレイヤーは気にしなくていいと思うんですけど、一応ライトとヘビーっていう2つのアーマーがね存在しています。で、右上の3つ、移動速度、旋回速度、エルゴノミクスって書いてあるのは、そこデバフの部分です。アーマーは、切ると動きづらくなるっていうのがわかると思うんですけど、それがデバフで表示されていて、それぞれ移動速度が落ちたり、旋回速度っていうのは、マウス動かした時のカメラの旋回速度ですね。要するに感度が下がります。で、その下、エルゴノミクスは、銃を構える時の速さだとか、銃を構え続けている時間だとか、その辺にペナルティがかかります。で、最後、保護部位は、ベゴってなってるところにカーソル合わせると、どこを守ってくれるよっていうのが見えます。このアーマーだと、胸とお腹守ってくれるんですけど、ほとんどのアーマーは、胸か胸とお腹のどっちかを守ってくれると思ってくれればいいんじゃないかなというふうに思います。では、早速、アーマーのクラスから見ていこうと思います。アーマーのクラスは、そのままアーマーの防御力の値です。どれだけ強い弾を受け止めてくれるかが変わってきます。ランクはそれぞれ1から6まであって、高くなればなるほど強いアーマーということになっています。で、僕の体感なんですけど、95% のプレイヤーは4アーマーか5アーマーを着てレイドに出撃しているイメージがあります。なので皆さんも4か5着とけばとりあえず問題はないと思います。6は大事な時に着ていくとか、フレンドと一緒に行く時に行っていくとか、マジで死にたくない時。で、5アーマーはちょっといい装備してる時は5アーマー。そうじゃない時は普段はね、金策とか4アーマーでいかないぐらいの感じで、皆さんはいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、そんな感じです。タルコフではそれぞれの弾に貫通力という値が設定されていて、この貫通力がざっくり30台の貫通力を持ってるやつだと3アーマーが抜けて、40台の貫通力を持ってる弾だと4アーマーが抜けてみたいな感じだと思ってください。それがどのぐらい変わるかっていうのをめちゃくちゃざっくり表示しました。これそれぞれよくおなじみの弾だと思うんですけど、 5.45×39 の AK とかに使われる PP 弾と BT 弾と BS 弾っていう3種類の弾を用意しました。これでそれぞれのアーマーを撃つとどんな感じになるかっていうのを見ていきます。まずは3アーマーに対して、3アーマーに対して PP 弾だと貫通力が36あるので、初弾から、一発目から 80% ぐらいの感じで、大体アーマーをね、抜いてダメージを与えれるよっていうのが、この値になってます。逆に相手のアーマーが4アーマーになった場合は、PP 弾だと貫通力が36しかないので、大体3から5発相手にね、ダメージを与えて倒しきるのにかかってしまいますよっていうのが、この表ですね。で、BT 弾だと貫通力が42まで上がるので、4アーマーは初弾から 80% で抜けるけど、5アーマーに対しては同じく3から5発かかってしまうよと。で、BS 弾になると貫通力が52になるので、5アーマーだったら初弾から 80% で貫通できるけど、6アーマーだと1から3発かけないと、相手のアーマーを破壊できないよっていうような感じになってます。なので大体のプレイヤーが4から5アーマーを着てるということは、 BT 弾クラスだったらある程度戦えるよねっていうような話になってきます。逆に死にたくない時は5アーマーを着とけば、BT 弾ぐらいの弾だったらちょっとは防げるかなっていうふうに思っておいてください。次はタルコフのアーマーの耐久値の話をしていこうと思うんですけど、この話めちゃくちゃ大事なんですけど、ちょっと複雑なので頑張ってついてきてください。
それではここからは具体的な数値を使ってアーマーの耐久力についての話をしていこうと思うんですけど、今回用意したのは僕がいい感じに用意した数値なので、まあ、実際のタルコフの挙動とは異なりますよっていうのを押さえた上で、まあ、こういう流れなんだなってイメージをね、掴むために見てくれたらなというふうに思います。今回使うのはアーマーに30ダメージ与える弾で、アーマーの耐久値が 100% の時は 20% の確率で貫通して、アーマーの耐久値が 70% 残ってる時には 50% の確率で貫通するような弾を、この A っていうアーマーと B っていうアーマーに打ちます。 A と B はそれぞれ耐久値が100分の100と50分の50のものを使って見ていきます。まずタルコフの仕様として、アーマーは最大耐久値の何%耐久が残ってるかで貫通判定が行われます。なので今回用意した A っていうアーマーと B っていうアーマーはそれぞれ耐久値は100分の100と50分の50で全然違うんですけど、初弾の貫通率はどちらも 100% の耐久値が残った状態なので 20% の確率で貫通することになってます。弾がアーマーに当たったのでアーマーに30ダメージが入って、それぞれ A と B のアーマーは100分の70の 70% 耐久値が残った A っていうアーマーと、50分の20の 40% しか耐久が残ってない B っていうアーマーになりました。ここからさらにもう一発弾を受けると、それぞれアーマーの貫通率は A っていうアーマーは耐久値が 70% 残ってるので、この弾は 50% の確率で貫通します。なんですけど B のアーマーは耐久値が 40% しか残ってないので 80% の確率で貫通してしまうことになります。なので初弾の貫通率自体はアーマーの耐久値にほとんど関係はないけど、アーマーの耐久値が高ければ高いほどより敵の弾を多く受け止める可能性があるということで、耐久値の強い、まあ、高いアーマーの方が強いアーマーだということがわかります。このアーマーポイントはできるだけ多いものを選ぶと、まあ、いい感じです。で次は材質についてです。タルコフのアーマーは材質によってステータスがちょっと変わっています。まあ、結構重要な要素なんですけど無視されがちなので、今回でしっかり覚えていきましょう。アーマーの材質は全部で8種類あって、この材質が変わることによってタルコフはアーマーの硬さというか、その耐久値が変わってきます。で強い順番にアラミド、超高分子量ポリエチレン、複合素材、チタン、アルミニウム、装甲庫、セラミック、あとアーマーにはないんで割愛してますけどガラスっていうのもあります。ヘルメットのバイザーとかにガラスが使われてます。英語版の人は超高分子量ポリエチレンがウルトラハイモルカーウェイトポリエチレンって書いてあるんで UHMWPE っていう風に表記されたりします。複合素材はコンバインドマテリアルで、装甲庫はアーマースティールって書いてあるので、そっちでやってる人はそっちで覚えてください。さっきも言った通り材質がいいものであればあるほど硬くなるんですけど、基本的にアラミドはあんまり強いアーマーが存在してないので、まあ、実質アーマーで一番強いのは超高分子量ポリエチレンだと思ってくれればいいです。キラーアーマーとかタックテックとか AACPC とかがこの辺になってます。でこの材質が違うことによって変わる部分はこの3つです。アーマーダメージ倍率、弾、アーマーダメージ倍率、爆発、修理耐久度減少割合の3種類変わってくるんですけど、まあ、一番見てほしいのはアーマーダメージ倍率ですね。弾がアーマーに当たった時にアーマーの耐久値がどれだけ削れるかっていうのがこの耐久値になってます。アラミドは弾が当たった時に、まあ、全然削れなくて、逆にセラミックとかはバコって一発でアーマーの耐久値が削れちゃうよっていう感じですね。多分現実だと壊れやすい素材ほど、まあ、こういう感じになってるんだと思います。でアーマーダメージ爆発っていうのはそれぞれのアーマーが爆発物グレネードとかその辺のものだと、まあ、どのぐらいのダメージを受けるかってもので、修理耐久度減少割合はトレーダーとかアイテムを使ってアーマーを修理した時にどれだけそのアーマーの最大耐久値が削られるかです。これについてはねまた後で説明していきます。ではさっきと同じ条件で A っていうアーマーと B っていうアーマーにそれぞれアーマーダメージ倍率をかけたものを用意してみました。上のアーマー A のアーマーが装甲庫、 B のアーマーがアラミドの素材でできていると仮定して話を進めます。まず装甲庫でできているアーマーはダメージ倍率が 0.7 倍なので、30のダメージに 0.7 倍でアーマーには21ダメージ取ることになります。次に B のアーマーはアラミドでできているので倍率が 0.25 倍をかけるのでダメージは 7.5 ダメージになります。こうなると一発受けた後のアーマーはそれぞれ A が 79%、 B が 42.5% ということで、 A のアーマーは 79% しか耐久が残ってないのに対して B のアーマーは 85% も耐久が残っています。この後もう一発受けると A っていうアーマーはさらにダメージを21受けるので耐久が100分の58で 58%、 対して B のアーマーは 7.5 ダメージしか受けないので2発食らっても耐久度が 70% も残った状態になっています。さっきはアーマーポイントって言われているアーマーの耐久値が高ければ高いほど強いアーマーだよっていう風に言ったんですけど、素材が何でできてるかによっても話は変わってきます。さっきまでは A のアーマーの方が優秀なアーマーだったのに対して、素材が別のものに変わった瞬間に B のアーマーの方が優秀という風な結果になりました。アーマーはアーマーポイントかける材質でそのアーマーが強いかどうかが決まってきます。
で、これが今回の動画の肝なんですけど、そのアーマーの材質と元々の耐久値を掛け合わせて、それぞれのアーマーの耐久値が、まあ、実際にゲームをプレイする上でどんなもんなのかっていうのを表したのが有効耐久値という値になります。タルコフではこの有効耐久値、まあ僕が勝手に言ってるだけなんですけど、っていう数値がどれだけ高いかによってそれがいいアーマーかっていうね、指標にすることができます。で、その有効耐久値を表示した一覧がこんな感じになってます。この後でそれぞれね、クラスごとのきちんと並べたもの出てくるんで、もちろん見やすいのは出てくるんですけど、まあざっとどのアーマーが、あ、このアーマーってこんなもんなんだっていうのを、まあ頭に入れてください。ではさっき説明できなかった残りのポイントについて見ていこうと思います。まずはアーマーの保護部位からですね。保護部位は右下にある項目で、普通のアーマーだと右下に、アーマーリーグだと上の方にあるんですけど、それぞれ、どこを守ってくれてるかっていうのが書いてあります。例えばこの 6B43 ザブレロって言われてるアーマーだと、これだとね、両腕と胸とお腹を守ってくれます。まあパッと見で両腕も入ってるんで、まあ結構ごついアーマーなんですけど、で真ん中のフォートのレダッタイムってアーマーだと、これはアーマーが胸とお腹を守ってくれてます。で一番左の ACBC って言われてるアーマーだと、これは胸だけですね、守ってくれてるってことになってます。それで、この覆われてる部分が多ければ多いほど、アーマーのデメリットって言われてる項目、ここですね、ここが、まあ、きつくなる傾向にあります。体全身を覆ってくれるザブレロだと、それぞれ移動速度が 17%、 旋回速度が 10%、 エルゴノミクスが 13% も下がってしまいますし、そもそものアーマーの重量も、まあ、20キロとかなり重いです。でフォートもこれもね、そこそこ重めのアーマーなんですけど、これも移動速度 6%、 旋回速度 6%、 エルゴノミクスが 5% と、まあ、そこそこ下がります。まあでも全身鎧に比べたらそんなには下がらないと思います。まあ、対してこの胸だけとか、まあ、どう見ても軽そうなアーマーに関しては重さも軽いですし、そもそものデバフもね、 3%、 1%、 3% と結構軽量なものが多いです。あんまり、移動してる時になんかもっさりするなって思う人は、できるだけね、軽量なアーマーとかストレングスの値が低い人も、まあ、軽量なアーマーを着る方がまあいいんじゃないかなと思ってます。ストレングスのスキルがエリートになると、このアーマーの重さの影響を受けなくなるので、まあ多少重いアーマーも着れるようになるんですけど、それでもこのデバフとかはきっちりかかってくるので、その辺はね、注意が必要かなというふうに思います。で次がアーマータイプなんですけど、このパッと見で重そうなアーマーは、だいたいアーマータイプがヘビーに分類されてます。まあ、パッと見て軽そうなアーマーはライトに分類されてます。でこのアーマータイプは、まあ、そんなに関係はないんですけど、一応スキルの欄で関係していて、左のスキルタブから下ですね、ちょっと下の方に行くと、ライトベストとヘビーベストっていうスキルがあるんですけど、まあ、このスキルが上がると、確かこれね、アーマーの修理でスキルが上がってくはずなんですけど、なんか本当にビビたる量なんであんまり気にしなくてもいいんですけど、このライトベストとヘビーベストのスキルを上げることによって、移動速度のペナルティが、まあ、ちょっとだけ軽減します。今レベル8でマイナス 5% ですね。そんなに大きくはないんですけど、まあ、一応ちょっとね、移動速度がのデバフが抑えられますよっていうのがあります。あとはライトアーマーだと近接のダメージを軽減してくれて、ヘビーベストの方だとアーマーに弾が防がれた時のドン2のダメージって言えばいいですかね、防がれた時なんか鈍いダメージがちょっとだけ入るんですよ。そのダメージを軽減してくれるっていうスキルがあります。で一応このレベルが10を超えるとアーマーにもバフがつくようになります。で余談なんですけど、武器にバフをつけたい場合はこのウェポンメンテナンスっていうスキルを上げると、10以上になると武器にバフがつくようになります。まあ、こんな感じで、一応このライトとヘビーのアーマーも、まあ、要素がありますよっていう話でした。で保護部位の話の続きなんですけど、タルコフではこんな感じでアーマーを着ると、まあ、ビジュアルが変わるじゃないですか。現在のパッチのバージョンでは OV が腕までと書いていたら、このアーマーに覆われてない、この今だと黒い服を着てる部分にもアーマーの防御判定があります。あとこの手首の時計つけてる部分とかは完全に地肌なんですけど、ここに弾が当たったとしても、この手先に当たったとしても、この辺までアーマーに覆われてる判定になるので、この空いてる部分に当たってもアーマーが防いでくれます。なんですけど、5月か6月ぐらいの大型パッチのタイミングで、この仕様は変わる可能性が、まあ、かなり高めなので、まあ、その時はね、また一つ押さえておいてください。完全に余談なんですけど、昔はこの仕様がそうじゃなかったので、このキラヘルは目のところにもヒット判定がありました。なのでキラヘルは目を抜けば狙えるよっていうデマが、まあ、まだちょっと残ってたりもするんですけど、現在の仕様ではこのキラヘルの目に弾を当ててもこのヘルメットのここの部分がガードすることになってるので、基本的に、まあ、目に当たっても弾は貫通しません。ごついアーマーを着てる人が見えた時は、足とかアーマーに絶対覆われてないような部分を狙うといいと思います。次はさっき話した材質による修理耐久度減少割合の変化について話をします。壊れやすいものほど修理した時に最大耐久値が減りやすくなっています。
超高分子量プリエチレンは治りが良くて、セラミックは治りが悪いと言われてるんですけど、まあ、ガゼルが1回しか切れないよって言われるのは、もう材質がセラミックで修理耐久度減少割合が高いから、まあ、1回しか切れない感じです。まあ、実際にこれがどんぐらい変わるのか見ていこうと思います。ここに超高分子量プリエチレンでできたキラーアーマーと、アーマーステリーでできたスリック、それからセラミックでできた 6B5 っていうアーマーリグの3つを用意しました。これそれぞれ、耐久度はまあ大体1割切ってるぐらいの状態なので、これを戻してね、どのぐらい変わるのかっていうのを見ていこうと思います。それでは直していきたいと思います。まずはキラーアーマーから。キラーアーマーは直すと、よいしょ、59.5 まで回復しました。60分の 59.5 なので、まあ、ほぼ 95% ぐらい戻ってる気がします。次はアーマーステールでできたスリック、これは修理するとよいしょ、 79.4、 まあ、結構戻りましたね。もともとの耐久が80だったので、こっちもね結構戻りは悪くない方だと思います。で最後が 6B5、 これはセラミックでできてるんですけど、これは修理した段階で41まで下がりました。もうほぼ1割失われた状態なので、まあ、かなり、戻りは悪いです。セラミックはでも思ったよりスリック戻りいいな、ちょっとびっくりはしてます。それで、結構重要な話なんですけど、今修理したじゃないですか。この修理したアーマーは、例えばこの 6B5 っていうアーマーリグだと、41分の41が最大耐久なのではなく、最大耐久値は元の50という数値がこのアーマーの最大耐久値になります。なので修理してきた 6B5 は今耐久値が50分の 41.4 だよっていうことになります。このキラーアーマーは60分の 59.5、 このスリックは80分の 79.4 となっているので、実際にこの2つは使えても、この 6B5 はもうすでに耐久が8割型減った状態が、まあ、最大値になってしまってるので、セラミックが2回目使えないとかあんまり強くないって言われてる理由はここなんですよ。保険で帰ってきても修理して2回目使うときってかなりガタが来てる状態で使うことになるので、まあ2回目3回目はないです。ちなみにこれ僕が昨日レイドで拾ってきたガゼルなんですけど、このアーマーはもう65分の 43.6 しか耐久がないので、おそらく初段も防いでくれるかどうかは怪しいんじゃないかなっていうぐらいの、まあボロボロ状態のアーマーだと思います。このぐらいの耐久値になると僕は打ってます。そうですね、僕個人的な感想としては、アーマーの耐久値は修理した時に最大耐久値の8割を下回っているものはあまり使いたくないです。まあ、できれば9割ぐらいはキープしたいんですけど、まあ、金策とかもあると思うんで、まあ、別にフラットは散歩に行くぐらいだったら、まあ、8割でも8割を下回ったものはもう本当に、あ、これいつでも死ねるなぐらいの心構えを持って出撃した方がいいと思います。なので前にこんなにボロボロになるまで使ってたガゼル見たんですけど、これもう服着てないのと一緒です。ビキニアーマー着てると思ってください。これそのぐらいの防御力しかもうこのガゼルには残ってないです。はい、というわけでこっからは皆さんお待ちかね、どのアーマーが結局一番強いののコーナーをやっていこうと思います。じゃあ早速いくんですけど、今回はアーマーとアーマーリグと2つともごっちゃにして用意しました。なので、まあ、防御力の面だけ考えて見てくれればなっていうふうに思います。というわけで早速いきたいと思います。まずはクラス3のアーマーからですね。クラス3は全部で6種類あります。タスクで使うことになるウンターアーマーって言われたアーマーは有効耐久値が83しかないので、そんなに強くないです。逆にこのよくスカブが着てるプレスアーマーは結構耐久値があるので使い物になります。で今期から追加したこの赤パカアーマーは材質がアラミドなので、これめちゃくちゃに強いです。めちゃくちゃに強いんですけど、まあ3アーマーなので所詮、まあそんなに、弾は防いでくれないかなっていうような感じです。まあワイプ直後のこの赤パカアーマーは目立つんですけどマジで強いので、ワイプ直後はこの赤パカ積極的にね乗り換えていくといいんじゃないかなって思います。次はクラス4のアーマーですね。クラス4のアーマーはアーマーが4種類にアーマーリグが12種類とリグがめちゃくちゃ豊富なのが、まあ、特徴だと思います。やっぱり目を引くのはこのユーセックアーマー、トルーパーアーマー、これめちゃくちゃ強いです。しかもトルーパーアーマーって保護部位が胸だけなんですよ。なので胸めっちゃ守ってくれます。この保護部位が胸のアーマーをつけるか、胸とお腹守ってくれるアーマーをつけるかって結構流派が分かれるんですけど、タルコフって胸が破壊されると死んじゃうんですよ。なので最低限の位置を、まあ、確実に守る、他のお腹とか余計な部位でアーマーの耐久値を減らされずに、まあ、最低限胸だけ大丈夫だったらいいっ
ていう派の人は胸だけのアーマーを好んできます。トルーパーはそれの最たるもので、胸の耐久値が189あるので、まあなかなか胸を殺されることは4アーマーを貫通できないクラスの弾だと少ないです。で、普段使いできそうなところで言うと、これですね、この TV110 ってやつが結構安めに手に入るので、僕は金作とかでよく使ってました。あとは、M1 リグ、このアーマーちょっと耐久値はそんなに高くないんですけど、リグがいっぱいあるので、まあ、金作とかでねよく使うことが多いかなと思います。逆によくスカブが来てる 6B13 とか 6B5 とか、あとはコンブアーマーとか言われてる 6B3TM とか、この辺の下段のアーマーはマジで弱いんで、あんまりおすすめはしません。ただ腐っても4アーマーなので、ワイプ直後とかだと、まあ、しっかりと初段とかは防いでくれるんじゃないかなっていう風に思います。今度武器とかアーマーレベル帯ごとのおすすめの動画も出していこうと思うので、よかったらそっちの方もね出たらチェックしてくれると嬉しいです。で、次は5アーマーです。5アーマーの特徴としては、結構フルプロテクションのアーマーが多くなってくるので、重いものが目立ちます。やっぱりこの耐久度の高いアーマーってフルプロテクションのものが多いんですよ。ここ2つは腕までしっかり守ってくれるので、まあ、その分腕に耐久が吸われたり重くなったりする分、まあ、頑丈ですよっていうような感じになってます。こう見るとこれ、ビッグパイプって言われてるユーセックのサンバカトリオのグンズの持ってる着てるアーマーなんですけど、はこれめちゃくちゃ優秀ですね。保護部位が少ないのに189も耐久があるので、5アーマーで一番強いのは多分これだと思います。5アーマーを今季普段使いした場合は、このタックテックっていうアーマーがラグマンからガスマスクと赤マスクで交換できるので、これを使っておくのがね丸いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、111あればまあ結構丈夫です。で、金作とかするときでも最低限5アーマー着たいよって人は、コランドアーマーとかベガリーとかガゼルとか、この辺を着てる人がよくいるんじゃないかなっていうふうに思います。ベガリーは戻りは結構いいんですけど、いかんせん耐久度はそんなに高くないので、まあ、初段防げればいいかなぐらいに考えておくといいと思います。5アーマー種類が多いんで、結構選び放題のように見えて、値段が高いのでそんなに選択肢は上がってこないです。まあ、下の3つかタックテックか、あとは、この HPC ってやつが、4アーマーとの交換で手に入るので、まあ丸いかなーっていうような感じです。おすすめのアーマーの流れは、このコランドを着て、コランドを着終わって、もうこのコランドボロだから着れないなっていう風になったら、コランドをレダットに交換するっていう交換先があるので、そこ使ってみるとね、まあ、結構この2つでループできます。で、最後が6アーマーですね。6アーマーは全部で7種類あります。まあ、さっきも言った通り、この全身覆われてる鎧系のやつは耐久度が結構高いんですけど、まあ6アーマーはそもそも硬いので、あんまり耐久度自体も減らないイメージがあります。一番安いのはこの TTSK っていうアーマーで、このアーマーは13万ぐらいで買うことのできる最安の6アーマーです。最安の6アーマーなんですけど、リグ8マスしかなくてめっちゃちっちゃいのと、耐久度がもう見ての通り50とかいうマジでかっすい数値しかないので、このアーマーはほぼ初段だけしか防いでくれないと思っていいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ腐っても6アーマーなので、初段はほとんどの弾をほぼ確実に受け止めてくれます。なので打ち合いの対面性能は変な5アーマーとかよりはまあ全然強いです。あとサンマシンガンとかのもう貫通力がかっさい弾は結構防いでくれるんで、意外と選択肢としては悪くないんじゃないかなっていうふうに思います。スナイパータスクとかのお供とかで来てくとデバフも少ないんで、僕は割と好きです。まあ、意外だなって思ったのが、これタギラっていうボスから取れる6アーマーなんですけど、このタギラアーマー109もあるんですよ、耐久値。これさっき出てきたタックテックとほぼ同じ数値なので、意外とタギラアーマーは硬いんで、まあ、悪くないなって僕これまとめて作ってる時に思いました。はい、というわけでアーマーの使用と有効耐久値などなど、めちゃくちゃタルコフやる上では大事だけど知る機会ってほとんどないから、実は全然広く知られてない、話をまとめてみました。どうだったでしょうか。結構、いや本当にめっちゃ大事な防御の要素が詰まってて、あ、この人知らないんだな、ガーゼルの耐久が20しかないですみたいな人とかよく見るので、なんかそういうフレンドの人とかね見かけたら、ぜひともこの動画教えてあげたり拡散してくれると嬉しいなというふうに思います。もしかしたら僕の計算間違ってて数値が違ったりするかもしれないんで、なんか違うかもねみたいなのがあったら、こっそりコメント欄で教えてくれるとありがたいです。最近はタルコフの銃声を聞いて、立ち回り変えた方がいいよっていう動画とか、あとちょくちょくツイッチとかでも配信してるので、よかったら見てくれると嬉しいです。ということで今日は一つ、それでは皆さん、いいタルコフライフをお過ごしください。お疲れ様でした。バイバーイ。